え本日はフーリエ分光法ということでお話しします、えー、ウキペディアによると分光法ですね分光、えー、とはあの物理的観測量の強度を周波数エネルギー時間などの関数として示すスペクトルを得ることで対象物の定性定量あるいは物性を調べる科学的手法であると もともとは光をプリズムあるいは解説合詞でその波長に応じて展開したものをスペクトルと呼んだことに由来するという。18世紀から19世紀の物理学においてスペクトルを研究する分野として文工学が確立し、その原理に基づく測定法も文工法と呼ばれた、えー、プリズムは1704年の工学ね、アイザック・ニュートンですね、で最初に紹介され、 太陽光の暗線、フラムホーファー線ですね。太陽光等の連続した光のスペクトルにおいて、所々に生じている暗線のこと。光,光源から観測地点までの間に存在する様々な物質が特定の波長の光を強く吸収するために生じる。これはあのウィリアム・ウォーラストンにより、1802年に最初に報告された、ね。フリーエ文工法は二光、えー、速干渉系ですね。 機械的手法でやるんですね。で、得られる硬波の自己相関関数から光のエネルギースペクトル、ね、パワースペクトルを求めるものであるが、解説合紙の実用化によってスタれ、1950年代に再開発された、赤外分光計に多く使用されてますね、はい。以下、地球環境研究センターニュースから取ったものですね。えフーリー変換赤外分光計ですね。 FTIR の原理、FTIR とは光の干渉波形を測定し、計算処理、風鈴変換を行うことにより、スペクトルを測定する装置です。分光装置の中心部分はこの干渉計です。FTIR で最も使用されているマイケルソン干渉計について説明します。マイケルソンとはマイケルソン干渉計を発明したアメリカの物理学者、アルバート・マイケルソンのことです。ね、これがあのマイケルソン干渉計のね、 イメージですね。これを図1に示すってね左に光源があってねえ右側にあの移動する鏡がありますね,でね上に固定鏡があって真ん中にね半半透明の、ね、半透鏡があって下に検出器があります。 マイケルソン干渉計のイメージ。光源からの光はレンズにより平行光になります。そして半等鏡により光は2つに分割されます。二高速干渉計ですね。一方は固定鏡、もう一方は移動鏡に進み、それぞれ反射して再び半等鏡により合成され、レンズで集光され、検出器で電気信号に変換し、さらにデジタル信号に変換されます。この時、固定鏡と移動鏡で反射される光の高路の差を高路差と言います。 移動鏡を一定の速度に動かすことにより、高度差を変えることができ、光が干渉を起こします。半島鏡から移動鏡の距離は、半島鏡から、えー、固定鏡から半島鏡の距離より短いところから数十倍まで移動します。えー、最長移動距離は、発長分解能が高いほど長くなります、ね。図2に、えー、光源スペクトルと干渉系からの強度信号の関係ですね。えー、干渉波形ですね。 これはあの、干渉波形はあのインターフェログラムね、自己相関波形っていうことですね、これを示します。左がね、光源のね、強度です。ね、右の方があの干渉波形ですね、干渉系からの強度信号。ね、で A、B、C と、こういうふうになってますね。はい。で、お互いにフリー変換ですね、なってます。 図2、抗原スペクトルと干渉系からの共同信号の関係、かっこ A、抗原スペクトルが単項色の、単色光の場合ですね。B が抗原スペクトルがですね、2色の単,光単,単色光の場合。C が抗原スペクトルが100色光で、ね、連続波長光の場合。図 2A のように光源が単色光の場合は、 干渉波形は、高炉差ゼロで最大強度となり、光の波長の半分のところで強度が最も弱くなり、さらに波長の整数倍で最大となります。つまり、高炉差に対して周期的な三角関数となります。次に図に B のように2色の単色光の場合は、干渉波形はそれぞれの周期的な三角関数の重ね合わせとなりますね。図に C のように白色光の場合は、高炉差ゼロで 干渉波形が最も強くなり、高炉差が大きくなるにつれて波打ちしながら減少するね。波のプラスマイナスが消し合うってことですね。していきます。このようにして、光原の種類によって特徴的な干渉波形が測定できることがわかります。実際の分光測定には図に括弧 C のような光源を用いてマイケルソン干渉系の干渉波形を測定することになります。この時知りたい機体の吸収スペクトですね。 これは干渉系からの信号を計算して解読しなければなりません。干渉波形を必要なスペクトルに戻す計算処理はフーリエ変換というものになります。簡単に言うと、フーリエ変換とは、この干渉波形のように複雑多種類の波が重ねられてできた波形から個々の波の大きさと周期を計算してくれる数学的手法です。この場合、フーリエ変換は鏡が動いた 時間変化の減少を周,周波数変化の減少に変換してくれることになります。このため、えー、この装置を FTIR、フリー変換、赤外変更系と言います。FTIR はたくさんの光を分光に使用でき、さらに全スペクトル波長を同時に取得するためにノイズが小さい、 干渉波形を測定できます。また高い波長分,あの分解能で広い波長範囲を一度に測定できる利点があります。FTIR の波長分解能は最大高度差に逆比例しています。また対照的なきれいなスペクトルを取得するためには、高度差に対し光の広がりや歪みができるだけ起きないようにするように工夫することが必要です。さらに移動鏡の移動する速度が不規則である場合には、 干渉波形が乱れるために、これをフリー変換すれば、スペクトルにない、実際にないお化けのようなスペクトルですね、ゴーストスペクトル、ね、あらが現れます。このため、移動鏡を一定の速度で動かすことと、移動鏡の位置を正確に測定することが重要になってきます。そこで FTIR の移動鏡の位置測定には、レーザー光を用いて、干渉島の数を数えています。 えー、図3に国立環境研究所の地球温暖化研究と3階に設置している大気観測用、高波長分解の FTIR を用いて、中荷水素でね、これの HBR でね、のスペクトルを測定した場合の例を示します。この場合は干渉系で、えー、干渉波形を作った後、ね、中華水素の資料を 通過させ、その光を検出器で検出しています。図3 a は FTIIL の干渉系によって取得された干渉波形です。Z3B はこの干渉波形をフリー変換して得たスペクトルで、右側の周期的な吸収スペクトルは中、ね、過水素です、ね、に,によるものです。 左側に見える小さな吸収スペクトルは FTIR の光学系は真空にしているが、わずかに存在している水蒸気による吸収スペクトルです。中、ね、荷水素は FTIR の性能を強化するために定期的に測定を行っております。ね、えこ,ういうこういうですね、コールさと、ね、あの干渉強度ですね。図算 A。 国立環境研究所の地球温暖化研究所3階に設置している短、ね、期観測用高波長分解能の FTIR を用いて測定していた、ね、集荷水素の、えー、干渉波形というねでこっち側がそのね図3の B ということで A の干渉波形を風呂変換することによって得た吸収スペクトルというねこのた縦にね こうあの線が入ってるやつが吸収スペクトルですね。はい、でこれが、ね、人工衛星に積んでたやつですね。アデオス緑の搭載用の IMG 温室効果ガスの、ね、測定装置ということでこういうことですね。で右の方に IMC 鏡,鏡って鏡があって地球の方を向いてますがこれはあの人工衛星が動いてる時にね 地球の一点をずっとあの、えー、固定しないといけ画像を固定しないといけないので、えー、鏡で固定してますね。はいえー、アデス i m g の光学系概略図、波長3.3から14マイクロメートル領域を0.1センチメートルのマイナス1乗の、ね、波数分解能で測定するマイケルソン・フーリエ分光計、えー。波長操作器は リニアモーター駆動で1 0ンチの距離を10秒間で測定す操作する、ね、検出措置は、えー、長波長側を、ね、水銀カドミミムに照るですね短波長側を2個の,あのあアンチモン化したインジウムでカバーするということでね、はい、以上です